はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウシです。戦国バサラ真田幸村伝第10章をプレイしていきたいと思います。早速、じゃあストーリーの方を見ていただきましょう。第10章、大阪夏の陣、真田幸村。ライバルとの再会、それは死地へと赴く幸村にとって得がたき花向けとなった。今や大阪城の落城、そして豊臣家の滅亡を受けて、ここに戦国の世の終焉はすでに決したと言える。しかし数多の戦野を駆け抜け、戦国に生きた人々の思いを背負った幸村には、未だ果たすべき使命があった。大阪城を見据える幸村は、その熱き魂をさらに大きく燃えたぎらせ、一階の炎となってただひたすらに駆ける。その先には、新たな世を担うべき徳川家康が、そしてかつてたもとを分かった最愛の兄信行が再会の時を待っているのであった。はい、というところでご覧いただきました、真田幸村の衣装、武器を物語に合わせたものに設定しましたと出てますが、まあ、これは前回最後ですね、伊達政宗と戦って、陣羽織政宗からもらってですね、さらにそこに父正幸からのマジックっていうんですかね、で赤く燃えたぎるような陣羽織に変化した、その衣装におそらく身を包んでるんじゃないかなと思います。では早速やっていきましょう。今ですね、幸村が装備している刀劇、こちらはレベル30マックスになってますんで、このまま出陣の方をしていきましょう。戦国の世に生きた者の二つの熱き声、我が心、その全てをこの六文銭に託さん。ようやく追いつきましてござる、兄上。真田幸村、おっしゃるな。かっこよくなってますね。さあ、例によってキャラクターが喋ってるときは静かにしようと思います。城はすでに落ちたという。俺は来るべき時を待つにふさわしい頂きで、それを迎えようと思う。信彦、待っていたのだ。かの日からこの時を。ハンマー持ちとかはやっぱりうまく対応していかないと、ヒット数を止められちゃいますね。鼓動が高鳴る。血を蹴るたびに命が震える。味噌を振るう手が燃えるように熱い。 GM、 我が道の先で待つ懐かしき背中が聞こえる。終わりゆく時代の声、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの心の声が。信長様のために働き、この日の本を戦のない平和な国にするんだ。それが松のためでもある。いずれ信長様も認めるだろう、この私が家臣団随一の解決であると。その時私の願いも成就する。強きに惹かれし心よ、純粋であれ。
何食らったの？天獣の天が霊が独占、神が万象、ことごとく世の前にひれ伏すがこと断りぞ。己が本能に従って生き、そして死ぬ人であったのに、私はそれをなしましょう。強気に染めし心よ、気高くあれ。ゲキはバサラ技の攻撃力を強化してますから、この宝条家は不滅じゃ。どこだ、ここはどこだ、俺様は誰だ、誰かいないのか、一人はヘルだ。道に惑いし心よ、安らかにあれ。先を見据え、敵に備えよ。我は覇王、我が拳でこの国の病を打ち砕かん。僕の命を君に捧げる。さあ、夢を叶えよう。秀吉様、未来永劫あなた様の左腕となる許可を。明日を守らんとする心よ、永遠なれ。限っておるようじゃない。いたね、ハンマー持ちが。このハンマー持ちとか、この大砲持ちとか、結構厄介なんですよね。武士の風林火山と共にある。何者をも恐れず突き進め。心得ましてござる。見せてください、せがれ殿はいつにも増してでかい声だね。おやつ様、重そうだな、ごせがれ殿。こりゃまた随分と人に集めたもんだ。おやじ様もご存知の通り、それがしバカ正直者ゆえ、片っ端から記録しまいった次第。そいつはまったくご苦労なこった。本当によくやったね。さあ、あと一息だ。頼んだよ、雪村。お任せください、おやつ様。実際のこの大阪の陣でね、真面目すぎるってのは、今日大将がちっとは気を抜かないと潰れちまうぜ。家康をね、自害の一歩手前まで追い込んだと言われてますけど、実際のところはどこでしょう、ね、意外そうな反応。ちょっと俺様傷つくんだけど。言ったろ、どこまでも大将についていくってさ。ま、とっとと仕事を終えてゆっくり休もうや。なんなら俺様面白いとこ連れてってやるけど。無縁の竜巻みたいな起こしてくれ。それもいいな、楽しみにしているぞ。体力が危なくなってきたので、体力を回復しに行きましょうか。向こうの方にあるでしょう。よし、帰ってきた。早速回復をしてから乗り込みましょう。
心が確かに我が心の内にある。皆の心を届け伝えるわ。この雪村が皆と交わした最後の約束、そしてそれが我が兄との約束でもある。おお、虹色ジャンプが終了しちゃったか。食らっちゃいましたね、攻撃。なれば今に少しお待ちくだされ、兄上。じゃあもう1回2回ぐらいだけ挑戦しますか、虹色ジャンプ。30秒過ぎたあたりから対大筒持ちみたいなやつが出るけど、ちょっとねダメージ食らいやすくなります。ちょっと今回失敗したらそこは見ないでいきましょうか。うわ、虹色チャンスが終了した。ダメだったか。ちょっとごめんなさい、さっきこれでもう虹色チャンスやめまーすって言ったばっかなんだけど、もう一回だけやらせてもらっていいですかね。何がダメだったのかちょっとよくわかんないでしょ。食らってないと思ったんだけど、基本的にこの回転してるやつをすればあんまり食らわないはずなんですけど、終了したか。ちょっと盾持ちから出てるあれですね、また二次勝チャンスやっちゃった。盾持ちのやつの攻撃を食らってるんですね、おそらく。まずは家康ですね、これは。見違えたぞ、真田。わしにはわかる。お前はとてつもなく重い何かを背負ってここまで来たのだな。お前の重荷をわしに背負わせてくれ。ここで家康と戦いになりますね。これは確か貴殿が背負うべき荷ではござらん。いや、わしは全てを背負わねばならない。でなければ終わらない。新しき世など生まれはしない。新しく生まれた世を汚さぬために、古き時代の汚れはこのわしが全て抱き冥土へ持っていく。渡さぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。渡せぬが伝えてみよう。天下人たる貴殿の悲しき覚悟に応えて。伝える。お前が
わしに何を伝えようというの。まずはただ一つ、人の強気を信じる、その心を。人の強気だと？お前は人が強いとわしに説くのか。それは間違いだ、サラダ。人は弱く、儚く、脆い。確かにお前や信之、信玄公、信長公、秀吉と信じるに値する強さを持った者もいるだろう。だが他の多くの者は違う。力に屈し、思いに惑い、簡単に道を誤ってしまう。わしも同じだ。信之や家臣たちとの強い絆がなければここまでたどり着くことはできなかった。そうともさらだ、人は弱い。だからこそわしは人を強い絆でつなげている。貴殿と絆をつなげぬ者は切り捨ててでござるか。それも人の弱さの証だ。なれば人は強くなればよろしかろう。ちょっとこの辺りはバサラを決めたかったですけどね。わしもそれを信じてみよう。信行は天守閣にいる。もう徳川軍の総大将の家康よりも上の階にいるっていうんですね、信行が。約束。何よりも強い絆か。親父殿の言う通りだったな。お前は俺に追いついた。これ最終決戦の予感ですね。やっていきましょう、兄弟対決。お待たせいたした、兄上。ああ、随分と待った。勇気もゲージは三つ持ちです、ね、親父殿がお前を待てと言った。故に待っていた。兄上は親父様との約束をしかと果たされた。なれば次はそれがしの番にござる。お聞きくだされ、兄上。父正幸がこの雪村に託した兄上への言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。親父様はそう申された。おう、兄上は先頭を行く者だ。前へと進み、道なきを切り開き、減らしきれなかったな。ちょっと残ってますね。皆が通ることのできる新しき道。うさらにカツくなったな。真田誠のもののふなり。雪村、ゲージが回復してますね。俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく強く道を大股で急がねば、最も恐れるものに追いつかれてしまう。それには何も近づことができない。相当強いな。今だって一撃でやられましたか。ちょっとこれは思ったより強かったなぁ。ということで、まぁ、ちょっと今回負けてしまったのを見ていただいたんですけど、この後ですね、勝利するところをお見せしたいと思いますので、一旦ここで終わりにしてですね、次、この後すぐ画面切り替えて勝利するしたところからお届けしていきたいと思います。は
はい、さっき信行との戦いに敗れてですね、今回はその信行の最終形態になるのかな、ちょっとわからないんですけど、さっき負けた信行の、モードですね、第二形態になっている信行との再戦のところから続きからお届けしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。これがね、もうめちゃくちゃ強いんですよね。一歩たりとも立ち止まることなく道を追わせ急がねば。信行を一発殺しておいて、ですぐに体力を回復しに行かないとあっという間にやられるんですよね。信行の攻撃ほんと強い。体力をちょっと回復するために逃げ惑いましょう。まず死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく。これでそれを恐れていたのだ。パワーをちょっと満タンにしとかないと不安しかないんで。ゆえに俺は先を行く者の背中。また半分食らいましたね今の攻撃で。決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか。よし、己の恐怖が生み出した幻へと変わった。そしたらまた体力を回復しに行きましょう。マジ強いからな、あの雰囲は。誰の姿もどのような景色。おお、食らった。見えてはいなかったのだ。強え。しかしこれより先は違います。うわ、マジ強い。信行マジ強いですね。ちょっとすいません、また負けてしまったのでこの続きをまたやり直します。すいません。はい、すいません、さっきも負けてしまってですね、今回は再戦になります。信行戦やっていきましょう。とにかく信行のね、攻撃力がめちゃくちゃ強いんで、できるだけ体力をマックスの状態に維持しておかないとあっさりやられてしまうと。特に最終形態というか第二形態に入った正行の強さは異常なので、一撃で死ぬ可能性もあるというところもあるので、できるだけ体力の回復ゲージは、回復アイテムといった方がいいのかな、使わずになんとかしのぎたいかなと思って。最終形態になるまではね。最終形態になったらもうむしろアイテムをひたすら集めると。もうさすがにね、勝たないといけないかなと思いますので、まあ、アクションゲームは基本的にちょっと苦手ではあるんですけど、とはいえっていうのもありますからね。前へと進み、道なきを切り開き、皆が通ることのできる、使うべきじゃなかったよな。新しき道を作るものだ。反射的に使っちゃったけど、親父様は申された。何故あなたは誰とも道を違えてなどいなかった。体力はちょうどマックスになりましたね。雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく単純に引き渡えると完全にやられるんで、恐れるものに追いつかれてしまう。それには何者も打ち勝つことができる。信長も秀吉も新年校も親父殿もそれに敗れた。死だ。俺は死を恐れていた。ひたすら攻めましょう。何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく。それを恐れていたのだ。故に俺は先を行く者の瀬名を探し求めた。おっと、決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか己の恐怖が生み出した幻へと変わっていた。しし、ね、あ、トミコだ。愚かだな。俺には誰の姿もどのような景色も見えてはいなかったのだ。しかしこれより先は違います。格好悪くてもいいのでひたすら連打で殺しにかかりましょう。俺はこれから様々なものを。うわ、食らった。これなのよ、怖いな。体力とバサラはマックスになった。そしてこれは顔しきって、今の兄上にならば託せますよ。それがしが
バサラは残しておきたいですよね、最後の最後。なので、このモードの魔法力ができれば、これで仕留めたい。この状態で。一旦離れて、弱き者、小さき者、生けるものが忘れ去らなければ、彼らも生き続ける。記憶に刻み、心に抱き、削りきれないね。先へと連れて行ける。よし。その足が苦しめる道こそ、この状態で始末する。体の道。何？彼らの声は、バサラ技を使わざるを得なくなったな。外したか。なんここに来てか。危ない、どうやら勝ったみたいだな。受け取りくだされ、アニュエこれがお前の抱えているものの重さか。この六文銭は真田を継ぐ者が持つべきもの。それがしにはいささか重すぎましてござりますれば。さーて、これでようやく肩の荷が下り申した。どこへ行く、雪村。それがし、ただの雪村に戻りましてござる。なればこの戦国にただ一人の武人として戦ってみとうござる。待て、雪村。俺は重さを、痛みを知った。今の俺とならば共に歩めるはずだ。兄上が共に歩むはそれがしではなく、徳川殿にござる。寝そべりゃ誰の目にも映るもんがある。親父様の最後のお言葉にござる。ここはね、ちょっと静かにしとこうと思います。兄上雪村、100年にわたって続いた戦国乱戦、その一つの時代が一人の男の戦いの中で幕を閉じようとしている。壮絶に燃えたぎる赤い炎の、はい、というところで、これでおそらく雪村伝としてはエンディングになるのかなと思います。ちょっとアクションゲームがあまり得意ではないというところもあって、重苦しい点も多々あったかと思うんですが、お楽しみ、ね、いただけていたら嬉しいかなと思います。というところで、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。